FM 香川をお聞きの皆さんこんばんは。そして再放送をお聞きの皆さんはこんにちは。SK48 香川県坂出市出身のハタゴンこと高畑ゆうきです。同じく SK48 の谷まりかです。今週も始まりました、中四国一想像力をかきたてられるラジオ番組、ハタゴン&まりかのジョンナランラジオ。この番組は私たち2人が食べてよし、暮らしてよし、遊んでよし、そんな香川の魅力を皆さんに伝えていこうというプログラムです。はい、さあ早いもので今月はですね、はい、11月最後の放送となっております。早いですね、まあ、毎月最後の放送ということで、うん、想像力をかきたてられるラジオ番組の中でも特に想像力勝負なジョンラジチャレンジの日がやってきました。いや高畑さん、うん、はい、前回すごかったですよ。いや前回ね、ジートレスさん、うんのね、会社に行って、うん、山崩しをねしたんですよね。重機、はい、初めて乗ったんですけど、うん、ラジオで重機ってすごくない？ いや、どんなねちょっとカオスな状況になってるかもしれないんですけど、ね、想像力が必要よこのラジオは。でもまりかちゃんの新しい、はい、特技みたいなのがさ、本当にできたじゃん。私プロフィール欄に、うん、特技重機って書きたいもん。気になるもん、アイドルのプロフィール欄に重機って書いてたら、ゲームしててよかったって本当思った。本当ですよね。いや運転免許取りたいと思いましたよ。いやまたちょっと重機触りたいですね。はい、そしてですね、はい、今日もですね先週に引き続き東香川市の引けたに今来ております。引けた本放送では今年のね秋ももうすぐ終わるじゃないですか。秋ね終わる ね、 ね、だって再放送ではもう冬ってことでしょ。え、そういうことですよね。やばくない？やばい、早いよ。まあでも秋といえばね、うん、食欲の秋ですよ。まあこう言ってますけど、はい、まあ毎月毎月ね、うん、春も夏も秋も冬も同じこと言ってるんですよ。あのね、ジョンラジで食べてしかないからね。いやそうですよ、本当に食のジョンラジですから。はい、まあでも、うん、今年はねこれといって香川の秋の味覚というものにはまだちょっとありつけていない感じがするんですけど、まだちょっと食べ足りてないってことですかね。はい、食べ足りてない ね、まあ、ねもっと食べたいと思っちゃう。安心してください。ほらジョンラジでもねかなり初期の頃に、まあ、紹介したと思うんですけども、うん、ここ引田はですね日本で初めてハマチの養殖に成功した場所なんですよ。ほらで今は釣り堀として営業してるんですけど、はい、まりかちゃん覚えてますか？もちろん覚えてますよね。はい、まあ、でもね、うん、今香川県といえばハマチじゃないですか、はい、オリーブハマチっていうねブランドにもなってるんですよね。さすが覚えがいいですね。いやねスーパーとか行ったらバーンって看板貼ってあったから、あオリーブハマチ、ね、オリーブハマチありますねと思って。そうなんですよ、はい、そしてねまさに今から94年前の1928年に、うん、ここ引田出身の水産家野網和三郎さん、まあ、通称ワーさんがですね、世界で初めてハマチの養殖に成功した場所がここから見えている阿戸池なんです。そうずっと気になってた。もうね池見えるんだよね。池が見えるんだよね目の前。池っていうか海湖え、ちょっとなんかどっちか分かんない感じしますよね、うん、結構大きいですね、うん、ここはですね一般的には、うん新潟の肩に湖と書いて肩湖とか関湖とか呼ばれる地形なんですけど、もともと海だった場所が何らかの理由で海と切り離されてできた、まあ、湖みたいなものらしい。え湖、はい、ゆきちゃん物知りだね。台本に書いてますからねしっかりと台本通りね、はい、まあ、でも昔からね海のお魚の養殖にぴったりな場所でございますね。そうなんですよ。香川でね美味しいハマチが食べれるのはここ引田に阿戸池があったこととわーさんっていうねすごい方が引田にいたっていう本当奇跡の賜物なんです。じゃあもうわーさんのおかげでもあり、そう香川県の運があるってことですよね。まあ、そういうことですよね。すごい。しかもね香川県のスターの高畑ゆうきさんもラジオでここ降臨してるということで、ありがとうございます。今後はありがとうございます。いやでもね、うん、はい、今日はですね、はい、どんなチャレンジなのかちょっとねまりかちゃん楽しみにしてほしいなと思います。そうなの、今日ね一体この大きな湖で何をするんだろうっていうちょっと、はい、ラジオですよねこれ。さあ今日はね、はい、前回の重機と変わってどんなあのジョンナランチャレンジをするのか楽しみにしていてください、はい、詳しくは CM の後で。あら、まあ、こんな感じでですね今日も元気に放送していきますので、ラジオの前の皆さんもどうぞ楽しんでお付き合いください。はい、ツイッターでハッシュタグジョンラジ、ジョンはひらがな、ラジはカタカナをつけてつぶやいてください。 FM 香川のジョンラジ公式アカウントもぜひフォローしてください。それではジョンラジスタート。カタゴン&マリカのジョンナランチャンネル。ジョンラジチャレンジコーナー。はい、リスナーの皆さんもお察しの通り今日はですね、はい、ここ阿戸池にあるソルトレイク引田で大物釣りにチャレンジしたいと思います。大物釣り、はい、今日はなんと釣りをします。高畑先生、はい、
そんな自慢げに言ってますけど、うん、釣りじゃあやったことあるんですか？ありません。ありません。釣りやったことないんですよ。あります？マリカちゃん。私はね、小学生の時に一回、友達のお父さんとやったけど、その時に毒フグが釣れた思い出がある。ちなみに、ここ日本で、はい、ここはですね、うん、日本で唯一、海の中にある釣り堀なんですよ。ここだったらですね、はい、私たちも美味しいお魚が釣れるような気がしませんか？気がしますね。よね。そして、お待たせしました。本日のゲストの紹介です。おー、ゲスト？はい、今日はなんとゲストがいらっしゃいます。あれでしょ、いつもおなじみの、いつもおなじみのね、はい、月末おなじみのレギュラーゲスト、私と同じ香川県坂出出身のガモトシキさんと、おとですよ。え、ガモさんと今回、はい、なんとなんと東海地方を拠点に活躍する男性アイドルグループハイファイブのメンバーの加藤大悟さんに来てもらいました。なんだって、はい、いや、皆様おはようございます。はじめまして、こんにちは、こんばんは、加藤大悟です。すごい、すごい、素晴らしい、素晴らしい。ありますか、ええ、負けてる。わあ、嬉しい。ありがとうございます。本当に初めまして。初めまして。俺がもうそのとこ始めました。あ、そっか、大ちゃんね。そうなんだ。大ちゃん初めてない？大ちゃん、大ちゃんとトシちゃんでやらせていただきました。いいですね。ぴったりじゃないですか。そうなんよ。え、でもちなみにさ、香川県は来たことはあります？初めてなんですよ。初めて。すごい嬉しくて、で、昨日あの夜に入らせていただいたんですけど、美味しい料理食べましたよ。あら、うどんを。あ、違います。はい、一角さん。おー、いい、大好き。いいね、美味しいよ。素晴らしいじゃないですかね。骨付き鶏ね。マジでうまかった。美味しい。嬉しい。今回はですね、たまたまジョンラジのロケと同じタイミングでお仕事があったから香川にね、来られてたということで、はい、スタッフさんが捕まえてきたそうです。ありがとうございます。スタッフさん、ナイス。ナイスです。ありがとう。ナイス。今日釣りするわけじゃないですか。ガモさんも釣り経験あるんですか？釣りもちろんありますよ。あの、もう、はい、なんか男の子やっぱ釣りはね、絶対好きじゃないですか。大好きです。私、加藤大悟さんはちょっと釣りしないイメージなんですけど。あ、本当ですか？あの、僕こう見えて、あの、静かに海見ながらピョンって釣り竿投げて待ってるの大好きなんです。じゃあ経験あるんだね。あります、あります。今回はですね、はい、私と谷さんの SK48 のチームと、うん、はい、ガモさんと加藤さんの G トレス加藤大悟連合チームで戦っていきたいと思います。やってやるぞ。やばいぞ、これは。はい、ルールを説明します、はい、お願いします。ルールはですね、1時間1本勝負。うわ、先にハマチを釣り上げた方が勝ち。ハマチ、ハウマッチですね。おありがとうございます。ちょっとどうしよう、マリカちゃん、どうしよう。すごいね、ハウマッチ、ハウマッチ、すごいね、すごいね、さすがだわ。ありがとうございます。はい、1本勝負とか先に釣った方が勝ちってことだよね。あ、そういうことだ。なるほど、なるほど。でも勝負ちゃんと時間制限があるので、1時間のうちに釣り上げた方が。あ、なるほど、はい、いや、ちょっと楽しみですね。はい、じゃ、はい、ちょっと4人でね、いつもの掛け声やっちゃいます。はい、いつものいつものですよ。いつものあったりと。わかりますかね。いつものですね。はい、行きますよ。それでは、ジョンラジチャレンジ、スタート。あ、元気いやー、高田さん、はい、谷とね、高田さんもね、釣り初心者じゃないですか。そうですよね。で、まあ、ガモさんと加藤くんは、もう釣りも大経験者。うん。ちょっと不利じゃないですか。まあ、そう思いますよね。うん。でも今回大丈夫です。あら、今回はですね、インストラクターという強力な助っ人をお願いしてます。なんですって？株式会社ソルトレイク引けた所長のムグルマ翔一さんです。よろしくお願いします。ムグルマさん。それでは、あの、手順を教えていただきたいんですけど。もうね、見てもらったら分かるんですけど、はい、あと池全体が釣り堀なんですよ。だから釣り堀って言っても海と一緒なので、はい、もうどこで釣っても条件は一緒だと思います、はい、あとはもう腕と運で、ぜひ、ね、誰か一匹でも釣ってください。はい、釣ります。はい、やってみましょう。はい、でも釣りってどうやってやるんですか？確かにちょっと教えていただきたいな、はい、今日はね、まあ、あの、餌釣りでやってもらうんですけど、こういうの使ったことありますか？いやだ、初めてです。そんなに大きな、なんて竿、うん、初めてですね。初めてですよね。もうこれね、あの、一応レンタルで用意してるんですけど、はい、ここに餌をつけて、こちゃんと落とすだけで魚が回ってきたら釣りつくと。はい。すごい。僕あれだね、釣りバカ西とかで見てました。あ、そうです。釣りバカ西。はいはい。で、ね、こういう餌ね、冷凍のイワシとか、はいはい、あと今日は生きてるアジを使って泳がせて、
でそこに青物を食いつかせるっていう釣り方、一発大物狙いで。じゃあね、はい、早速やってみようか、うんうん、まあ、やってみましょう。やってみ、そうですね、やらないとね、はい、そしたら、はい、まずね、生きてるアジ使うんですけど、もう背中に刺して、うわわわわ、ね、生きてる状態で泳がします。はい、もう散歩行っておいでみたいな。行っておいでーって。釣れるかな。これに食いつくのを待つだけです。待つだけ。これ待ってて食いつかない場合もあるんですね。あります。それも釣りなんですよ。なるほど。釣れても釣り、釣れんでも釣れる。じゃあ運だ、本当に。全て運と時間。お前釣れて。やっぱ釣れる時って分かるんですか？もうズボンと行きます。それこそ引っ張り込まれるぐらいの感じ。結構重いですか？重たいです。あ、重たいんだ。魚ってそんな力あるんですか？カンパチで今話して放流してるのが4キロぐらいあるんで。うわ、70センチ。うちら、あの、海に持ってかれそうだね。で、こういう感じで回ってもらう。あ、はい。うわすごい。あ、重い。意外と、重い？意外と持ちやすい。そうです。軽い？あれ、でもなんか、うん、先端がブブブブみたいな。お味が泳いでる。あ、そうかそうか。アジも弱ったら釣れにくいので、なるべくこう元気ないやつ。なるほどね。動かなくなったなと思ったら、うん、アジさんが弱って、ね、交換。あ、すごい、なんか引っ張られてる感じる。なんか引っ張られてる感じ、うん、ちょっと高田さん持ってみてください。持ってみたい。初触り。どうぞ。こうか、こうか。あ、意外と、あ、ね、軽いんだ。そう、女性にもね、持ちやすい感じですね。わ、ほんとだ。これもう一本出します。わ、ありがとうございます。じゃあこれってやっぱり釣れる時間帯とかってあるんですかね？本当はね、朝とかね。あ、朝、確かに。だから漁師さんたちは早朝に行って朝に帰ってくるって言うもんね。ただここはもう魚絶対入ってますから、うん、まあ、回ってくるのは回ってくる。ただ食うか食わんかね。あ、もうあっちでやってるわ。あ、もう動かんやろね。あ、潮目ある。あそこにしましょう。 OK。 あの辺狙おう。行きましょう。遠すぎますわ、ここ。あ、ちょっと疲れた。めちゃくちゃ疲れました、もう。これだけで疲れたな。本当ですよ。見て、豆粒。めっちゃ遠い。めっちゃ、何しようか分からない。結構歩きましたもんね。なあ。やっていきますよ。うん。釣ってやるぜ。うん。はい、ということで。はい。餌が到着いたしましたよ。はいはいはい。つけますか。元気なやつがいいよね。そうっすね。元気なやつ。あ、大きいやつもいる。あ、こいつめっちゃ大きい。おい、いいよ。それを、どこにつける？背掛けなんで。あ、あ、やめて。絶対やめて。ここっすね。オッケーオッケー。ここに。そこにね、ちょっと。こいつはもうすぐかけて。すぐかけて、すぐ投げた。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 すぐ投げちゃって。カメラさん危ないよ。行くで。行け行け。近っ。よっしゃ、行きまーす。よっしゃ。はい、さよなら。行けっとしちゃー。行け行け、来い。そしたい。近っ。近っ。あんな、うん、揺れるもんなんかな。まあ、そうなんですかね。アジが、あ、アジが元気だ。多分単純にそうだと思います。おい、見た見た見た、見て見て見て見た。え、見てないっす。錯覚で、マジマジグン見て、あの、全部全部消えた。行った行った行った。うわ、皆さん、あ、いや、マジで、あるグン見て行って、なくなった。収めました。うん、町です。はい、町大事っす。町です。今日はね、初めてガマさんとお会いして。そうですね、いろいろなんか僕のマネージャーさんからとかは聞いてくれてたみたいで、はい、僕の舞台とかも見に行かしてもらって来てくださったりとか、はい、すごいね。いや、すごかったっすよ、舞台本当に。いや、嬉しい、ありがとうございます。すごい、かっこいいっす。ガマさんは何をされてる方なんですか？僕で初めましてだし。あ、そうやね。前情報も僕わざとなしで聞いてきたんで。あ、なるほど。はい、あれですね、重機ってわかります？ああ、あ、それ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 の会社を僕やってて。すごい。え、その作ったりですか？重機を作って。いや、売ったり修理したりみたいな。ああ、なるほどなるほど。感じでやってるんですけど。すごいっすね。うわー、ちょっと YouTube 見てる方はわかると思うんですけど、ね、私今椅子を、そうですよ、座っています。釣り堀で椅子に座って優雅に釣りをしてるっていうね。気持ちいいですね。魚たちはね、今日天気がいいから、あの、日陰のところにね、好むっていいよね。さっきね、教えてもらったんで、師匠になるべくね、日陰を狙ってゲットしてきたらなと思いますけど、時間帯もね、ありますからね。そう、今ちょうどね、お昼時でね、なかなか取れないってさっきね、聞いたんで。あ、ちっちゃい魚がいる。そう、ちっちゃい、あ、ちっちゃい魚がいるんだよ。手で捕まえる。手で捕まえる。メダカみたい。いけそう。
奇跡を起こしたいところだが、大ちゃん、としちゃんには負けたくないですね。使用ですか？もう疲れだな。はい。はい、ああ、負け？いや負けか分からん。いやまだ分かんない。あっちがどうかい。ということで。はい、ということで。はい。まあ1時間ね。そうですね。頑張って釣ってみましたけど。まあ、釣れたのは紐ですかね。紐。ロープ。ロープがまあ釣れそうだったけど釣れなかった。釣れなかった。ああ、なるほど。でね、やっぱお二人が釣ってるかもしれないので。はい、そうですね。ちょっと見に行きましょう。ドキドキですけど。はい。見に行きます。見に行きます。行きましょう。皆さん釣れましたか？あれ？あれどこ？何ですかそのテンション？どうでした？ダメだわこれ。さっきのオープニングの時のテンションと違うですね。言ってたのに。いやでもちょっと今高畑優希が、はい、ちょっとこっちチームはね、はい、いいんですよ。こっちチームね今ここ引きはねすごくいいんですよね。食いつくんですよすごい。マジですか？本当に。さらに常に あ待ってすごい。やばい。来るかも。来た。うわあ、餌ですね。マジや。アジの餌ですね。何しとんねん。あの一匹も釣れなかったんですよ。ゼロ。お互い釣れなかったということで、はい、まあでも安心してください。あ、何ですか？今から入ってますか？入ってますか？入ってます。しっかり入ってます。危ない。私もこれ言おうと思ったんだよね。同じ事務所。やっぱ谷さん同じ事務所ですね。同じ匂いするんですよ。あのでもですね、はい、今から、うん、まあ、簡単にね誰でも初心者でも釣れるっていうねところにね行って釣りたいと思います。チートや。やっぱバリバリチートや。今私たち今釣りしてる時間帯っていうのが、はい、どうしてもね釣りにくい時間帯でもあったので、はい、ちょっとね釣りやすいところに移動して釣りたいと思います、はい、しかも釣らないと、はい、今日私たちのお昼ご飯ないんですよ、はい、マジで。え、ちょっと待って、マジやばいなそれ。何が何でも釣らないと、はい、やばいって。いや頑張りましょう。頑張ります。頑張ります。行きましょう。行きます。でかいでかい、めっちゃでかい。でかい。うわうわでかい。おやめ。おやめ。うわ。うん。おいしい。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。